一体いくらで寝返ったの？わからないの？金じゃねえよ。じゃあ何？秋山はどんな手で？秋山じゃない。俺たちは奈緒ちゃんに従ったんだ。私たちは必ず皆さんのことを救います。信じてください。俺は彼女の言葉だから信用できた。だから秋山の誘いにも乗った。そんな偽善。偽善じゃねえ。彼女はこう言ってた。ヒロカも桃子も救う。そして葛城、お前も救うってな。いるんだよそういう人間も。葛城、お前は恐怖を持ってプレイヤーを支配することで勝てると信じていた。だがプレイヤーを信じ続けた神崎直はどうだ？分かったか。どうやら消えるのは俺じゃなくてお前みたいだな。葛城、お前の負けだ。まさか。どうして。あなたにないものを持っていたはずなのに、どうして。では第16ゲーム、炎の国は運び人、光の国は保安官を選出してください。神崎直さん、私はあなたのような人を認めません。終わらせましょう。